はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、はい、こちら。これ何？すだち中カップ。これ初めて見たね。多分、わかんないけど、忘れた。もう忘れた。すだち中のカップです。アルコール度数が 8%、果汁が 1.7%、200cc 入ってます。こちら、どこで買ったんだっけ？ああ。あの変な業務スーパー的な何か変なスーパーで買った。で、ここにね、えらいやっちゃ、えらいやっちゃって書いてありますね。えらいこっちゃじゃなくて、えらいやっちゃ、えらいやっちゃって書いてありますね。なんでか、なんなんだろう。で、ここにね、これがすだちくんらしいです。これすだちくんらしいですね。ここにすだちくんって書いてあります。で、やっとさ、やっとさって書いてありますね。謎です。さっぱりわかりません。原材料名が、焼酎香類と糖類とすだち果汁、かっこ徳島県産 1.7% と、酸味料と調味料、かっこアミノ酸など。これ製造者かな？製造者が日清酒類株式会社。という、聞いたこともない、徳島県の会社ですね。まあ、これすだち中って結構有名なんですよ。まあ俺も昔買ったことがあるんだけど。あの、すだちの、リキュールですね。てかこのすだちくんって、ものすごいシンプルなネーミングだね。シンプルっていうかもう、あれだよね。誰でも考えつくネーミング。完璧。あ、これ冷やしてやる。俺、そういえば冷やしたんだ、これ。常温じゃないわ。俺、いつもこういうのって大体常温で飲むんだけど。まあでも、アルコール度数 8% ってことは、ほとんど酎ハイと、まあ、変わらんっていう言い方もあれだけど。カップ酒に入ってるくせにアルコール度数 8% ってめちゃくちゃ低いな。うん。もうこれ酎ハイとして売ればいいんじゃないかな。なんでこれ酎ハイとして売らないんだろうな。アルコール度数 8% の酎ハイなんてさ、ザラにあるのにさ、わざわざワンカップにさ、してさ、たったのアルコール度数 8%。すだち。すだち、まあ、すだち。まあ、すだちなんだろうな。多分結構高いんじゃない？これ。でもそんな高くないはずだけどな。なんでこんなに高いんだろう。これ値段が確か、いくら？ 150 円ぐらいしたか。いや、100円ぐらいで売ってたか。でも安かったかもしれない。記憶は、わかんないけど。すだち中。アマゾンで765円で売ってます。20度。アルコール度数20度で 720ml の、アハの香り。アバの香り。これなんて読むのかわかんないです。アバの香り。すだち中。20度。これ以前買いましたね、俺がね。で、適当に炭酸で割って飲んでた気がするけど。それにしてもアルコール度数 8% でわざわざワンカップにする必要がない気がする。ネバーまとめ。で、密かにファンが多いすだち中。農林水産大臣賞受賞って書いてありますね。
柑橘系すだちの爽やかな香りと心地よい酸味、ほのかな苦味を封じ込めた焼酎。旦那に美味しいよと教えてもらい購入。とても美味しくて、今では私のお気に入りだって。おすすめの飲み方は、グラスにできるだけたくさんの氷を入れ、すだち中が6対、冷たい水を4に入れて、割るすだち中の水割り。なるほどね。すだちは徳島県の特産だって。はぁ。なるほどね。あ、スーパースダチチューなんてのある。これ知らない。スーパースダチチューだって。味も香りも爽快フレッシュで、ウォッカベースのリキュールです。アルコール度数はちょっと高めの25度ですが、水割りやソーダ割りにぴったりです。また、毎年開催されるモンドセレクションに3年連続で受賞しました。まあ、モンドセレクションなんで金出せば買えるからな。モンドセレクションって全く当てにならないからね。これ日本だけらしいですね。このモンドセレクションっていうのは、完全に日本だけの国内限定らしいです。で、海外ではね、何それっていう、ゴミカス知名度。もう完全にね、金で買えるらしいからね、モンドセレクション。だからこんなに、全く、俺は全くモンドセレクションに関しては、確実に信用しないから。だって事実、モンドセレクション3年連続受賞って書いてあるけど、俺、酒屋でも見たことないし、スーパーでも見たことないんで、もう一切知名度ないですね。うん、もう逆にね、モンドセレクション受賞って書いてあるとね、もうものすごいね、怪しい。もう、ものすごい怪しい。もう怪しいので逆に買わない。俺ぐらいのね、酒マニアになると、逆ですね。酒にね、全く詳しくない人は、あ、モンドセレクション金賞受賞だって、とか言って、にわかの奴らは買うんですけど、逆に酒に詳しくなると、モンドセレクションなんていうの、逆に怪しいから、買わない。だから、有名なところだと、サントリーのプレミアムモルツ。あれ、モンドセレクション受賞してますけど、これ一切買ってません、あれ。一回か二回ぐらいしかね、あれ飲んでないです。あ、すだち中の辛口なんてのもある。本格麦焼酎をブレンドした25度のすだち中です。定番すだち中より甘さを抑えた辛口タイプで、すっきりとした味わいで、焼酎の本格派におすすめです。うわ、すだち中エクセルなんてのもある。もういいや。興味ねえわ。興味ねえって言い方もあれだけど。もうぶっちゃけた話さ、こういうのってさ、言っちゃ悪いんだけど、こんなん簡単に自作できるからね。あ、言っちゃった。アルコール度数35度ぐらいのさ、30度か35度ぐらいの焼酎さ、あるじゃん。まあ、純とかな。宝焼酎の純とかで、作るべ。で、すだち買うじゃん。で、適当に輪切りとかビャービャービャって切って、ピャって入れて、まあ、1週間ぐらい放置すれば、余裕でできる。だから、こんなことして、なんか、すだちくんとか言って書いてあって、なんか、適当なキャラクター作ってるけど、実際すだちって、
完全にシークワーサーの劣化版みたいな立ち位置だと思うんですよ。うん。だからさ、で、しかも簡単に作れるし、うん。もうなんていうかな。なんかさ、地元がさ、これ徳島県原産だからっつって、地元が必死こいて、なんか、アピールしてるようにしか見えない。だから、新潟県で言うと、もう必死こいて新潟県産の、コシヒカリを、なんかすっげー、頑張ってアピールして、みんなに、金、っていうか、まあ、簡単に言うと、直で言うと、金を儲けたい。これこれ、これを儲けたい、みたいな。そういう。あ、すっげー、なんかすごい。どうでもいいけど、純。宝焼酎の純のサイトに行ったら、あれ、なんかすごい。で、4つの純ハイボール、おすすめレシピ。え、これあれ撮ったんかな？永遠の定番、純ハイボール黒。え、宝焼酎純のコカ・コーラ割り。ヘルシーに、純ハイボールゼロ、コカ・コーラ。コカ・コーラ0割。そしてドライな味わい、純ハイボール銀。宝焼酎純のカナダドライクラブソーダ。クラブソーダ割り。ジンジャーでスパイシー、純ハイボール金。宝焼酎純のカナダドライジンジャーエール割りだって。はぁ、これ絶対コカ・コーラとかにあれ取っただろ。許可取ったんだろうな。これ普通さ、コカ・コーラってさ、名称出さないんですよ。こういうのって。サントリーとかケチ臭いから。サントリーとかめっちゃケチ臭いからね。マジで。サントリーのサイト行ってみ。まあ俺行くんだけど。サントリーのサイト。行くじゃん。で、割り剤とかで、まあ、焼酎とかで、まあ、いいや、焼酎とかになるじゃん。でさ、なんとか割りとかってなるじゃん。の、紹介してるところあるんだけど、そういうところで、絶対に、コカ・コーラっていう名称を出さないんですよ。コーラ割りとかって、言うの。うん。で、これもカナダドライのクラブソーダ割りとかって書いてあるけど、カナダドライも完全に登録商標だから、コカ・コーラの登録商標だから、名前出さないで、普通にソーダ割りとか。で、これもカナダドライのジンジャーエール割りってなってるけど、これも、ダメで、もうジンジャーエール割りとかってなる。本当に。それなのに、本当にあれ、コカ・コーラ割りとかって書いてあるもんね。すっごいな。グラスに氷を適量入れます。純35度グラスに入れます。コカ・コーラを加えて静かにステアします。ここまでしっかり書いてあるもん。コカ・コーラを加えてって。しっかり書いてあるもんね。すっげえな。っていうのも、こういうところでコカ・コーラ割りとかってさ、書いちゃうと、完全に宣伝になるんですよね。だから、これで言ったら、宝焼酎のコカ・コーラ割って言ったら、じゃあコカ・コーラ買ってこようってなって、コカ・コーラの、その、マネーになっちゃうからね。売り上げになっちゃうんで、こういうのは絶対に普通にコカ・コーラに、取られたくないから、儲けをね、取られたくないから、ただのコーラとかって書いて、濁すんですよ。これ完全にコカ・コーラと手組んでるの。
宝焼酎、コカ・コーラとテイクンだか。これは株価伸びる。コカ・コーラと提携したってなるとマジで、やべえぞ。あ、本当にコカ・コーラと提携してる。なんか広告にさ、コカ・コーラのさ、コカ・コーラの、広告が載ってるもん、サイトに。うわぁ、これ完全にコカ・コーラの、あれやったな。やっちゃったな。やっちゃったな。これは株価伸びるぞ。やば。今のうちに俺、宝酒造の、株買っとかねえと。宝酒造の株買っとかねえと。宝酒造株。ググってみましょう。宝酒造の株。ありました。宝ホールディングス。1232円。だから、12万あれば買えるとか。12万あれば金、1株買えるぞ。まあ、1株っていう100株だけど。最低100株買わなきゃいけないから、1株はイコール100株なんだけど。でも、12万か。ワンチャン買うべきでもある。あ、結構でも伸びてるな。結構伸びてるっていうか、かなり伸びてる。結構ビャンって伸びてるね。今年の2ヶ月前ぐらいから、いや、10月ぐらいから1ヶ月でクソみたいに伸びてるな。これやべえな。買う時期遅かったな。買う時期っていうかまだ買ってもいないんだけど、買う金もないんだけど、12万円って完全に買う金ないんだよな。ん？あ、え、何これ、石原裕次郎限定デザインボトルだって。知らないんだけど、このさ、石原裕次郎って名前は知ってんだけど、この人は誰なの？今現存してるの？この人。石原裕次郎って。いや、んなわけねえか。もう死んでんのか、この人。石原裕次郎って、有名な、なんか、あ？石原都知事だっけ？都知事みたいな人いたい。あ、気のせいか。石原知事みたいなのいなかったっけ？なんか、お笑いで石原裕次郎の、なんか真似してる、なんか、人いたよね。なんかさ、ブラインドをさ、こうやってピッてやってさ、こう下に下げてさ、ん？みたいな、やついたよね。あの人消えたんだろうか。数年前に見て以来。っていうか俺テレビ自体見てないからさっぱりわからない。あの人石原裕次郎じゃないよね。あれはお笑いのあれだよ。やっぱり石原裕次郎って亡くなったんですかね。全くわかんない。香り、買いかっていうと微妙だよね。まあでもまずくはない。普通に美味しいんだけど、ただわざわざ 200cc にして出すのがよくわかんない。普通に 8% だったらチューハイとして 350cc の缶で出すべき。値段もね、無駄に高い。
3333です。なんだこれ。ご視聴ありがとうございました。